察なんて俺の犬だ。お前らのような無能な連中は、おい、見せもんじゃねえ。気づいたようだな、囚人。現実のあなたは今は睡眠中。これは夢としての体験に過ぎません。主の御前だ、姿勢を正せ。ようこそ、お初にお目にかかる。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。私は主を務めているイゴール。覚えてくれたまえ。お前を呼び出したのは他でもない、お前の命にも関わる大切な話をするためだ。しかしこれは驚いた。この部屋のありようはお前自身の心のありよう。よもや牢獄が立ち現れるとは。お前はまさしく運命の囚われ。近い将来その身に破滅が待ち受けているに相違ない。文字通り全ての終わりのことだ。しかし抗う術がないわけではない。更生するのだ、自由への更生。それがお前が破滅を回避する唯一の道。世界の歪みに挑む覚悟はあるかね。お前の更生の軌跡、拝見させてもらうとしよう。ああ、紹介が遅れてしまったな。右がカロリーヌ、左がジュスティーヌ。共に監修を務めている。せいぜい無駄にあがくがいい。監視とは元来囚人を守る職務。私たちもまた協力者です。ただしあなたが従順なら。この者らの役割についてはいずれの機会でいいだろう。さて、夜も更けてきたようだ。時期刻限。ここのことは少しずつ理解してくれればいい。
いずれまた会うことになるだろうからね。さあ時間だ。おとなしく眠りに戻るがいい。よう。さて、ったく、改めて伝えておくが、たく。やるか。